はい、こんにちは。レトスのおノです。今回なんですけれども、FP2 級合格した後、次、どんな資格を取っていったらいいのか。今回は、卓球試験おすすめですよ、というところを解説していこうと思います。実際、FP2 級取った後、FP1 級に行くっていう方もいると思います。ただ、FP1 級って、まあ、そこそこやっぱレベル高いんですね。なので、FP1 級の前に、 宅検試験を1個挟んでおくというのも1つ選択肢としていいんじゃないのかなと私は思っていますというのも宅検試験って不動産に関係する資格なんですねで FP の仕事ってお客様のライフプランニングがメインのお仕事だと思うんですよねもちろんそれに付随して資産形成のアドバイス資産運用のアドバイスもすると思いますそういった中で 一番インパクトが大きい資産ってやっぱり不動産なんですよ人生の中で一番大きな買い物って不動産ですよねそういった意味でも FP と宅建っていうのはすごく親和性が高い資格になってきますなので今回はファイナンシャルプランナーが宅建を取得するメリットを4つ解説していこうと思いますまず一つ目 不動産を購入すするるお客様にに対して適切ななアドバイスができるようになります例えば不動産を購入する際にどういったリスクがあるのかどういった物件が今後資産価値が上がりそうなのかどんな物件を買うとまずいのかそもそもそのお客様が買おうとしている物件大丈夫なのかこのあたりは実際にお客様が購入しようとしている物件情報を見て よしよしを判断する力をつけることができます実際不動産を購入する際お客様は不動産会社から重要事項説明書っていう書類をもらいます最近では書類ではなくてデータといった場合もあるんですけれどもその重要事項説明書を見ることでその物件のリスクだったりまたその取引のリスクも見極める力がつくんですねこれはお客様にとってはすごく心強いじゃないですか 単に不動産会社からの情報を聞くだけだと騙される可能性あるわけですよ。不動産会社っていうのはその不動産を売りたいがためにいろいろ情報を提供してくれる。でも実際にリスクまではきちんと説明しない。そういった会社はまだいっぱいあります。そうなってくると変な物件捕まされる可能性もあるんですね。これだとお客様は数百万、数千万円の損失を受けることもあるんですよ。そうならないためにも 宅建試験の知識を持っておく、ファイナンシャルプランナーとして宅建の知識を持っておくっていうのは非常に有益だと思います。続いて、ファイナンシャルプランナーが宅建試験を取得するメリット2つ目不動産投資をする。お客様に専門的なアドバイスができる。宅建では不動産評価に関する基本的な知識も学ぶんですね。投資用物件が適正価格なのか。またお客様は購入後。 賃貸物件として運用するケースが多いですそのため賃貸経営に関するアドバイスも必要になってきますよねこれも宅建の資格を取ることで一定の知識が身についてアドバイスすることが可能になります不動産投資については賃貸収入を目的とする長期保有型の投資また転売益を狙う短期保有型の投資大きく分けてこの二つのスタイルがあるんですね お客様の運用方針に合った投資っていうものを提案することも可能になりますで続いてファイナンシャルプランナーが宅券を取得するメリットの3つ目総合的な資産運用のアドバイスをすることで差別化を図ることができますお客様の資産全体の最適化を図る上で不動産が資産の割合一番高いですよね一番大きいはずです宅券の知識を持つことで 株式や保険だけじゃなくて不動産も含めた資産全体のプランニングが可能になり総合的なアドバイスを提供することができますなので FP と宅建のダブルライセンスっていうのはお客様にとって頼りがいのある存在になりまた他のファイナナンンシャルプランナーととの差別化も図ることができます不動産取引が絡む場面でより信頼されやすく リピートや紹介にもつながることもあるのでぜひそして最後にファイナンシャルプランナーが宅建を取得するメリットの4つ目不動産会社からの紹介料が見込めるこれ意外とと大きいと思い思ますファイナンシャルプランナーとして生計を立てていくってなってくるとやはり収益が必要になってきます。そういった中で お客様から不動産に関する相談を受けた時にあなた自身が不動産会社を紹介することによってそこから紹介料をもらうっていうことが可能になるんですねもちろん信頼できる不動産会社さん探さないといけませんでも探すことができれば自分のお客さんをその不動産会社さんに紹介をしてもしそこで売買契約が締結されたりしたら紹介料として一部もらうことができます もちろんこれも契約がありますのでどういった条件にするかはその不動産会社との話し合いで決めますただこの紹介料って意外と大きいと思います例えば3000万円の物件だった場合不動産会社さんは仲介手数料として約100万円ぐらいお客さんからもらうことが可能なんですねその100万円のうち10%だけ紹介料としてもらうこれだけで10万円の収益が生まれるわけですよね 紹介するだけで10万円の収益が生まれるっていうのは非常にいい業務なんじゃないかなと思います FP と卓剣は非常に親和性が高い資格なんでぜひ卓剣試験挑戦していただければと思いますそして弊社レトスは無料相談を行っております卓剣に関することであれば何でもお気軽にご相談いただければと思いますこの動画の下の説明欄にお問い合わせページの URL 貼っておきますんでそちらからお気軽にお問い合わせください もちろん無料ですあなたからのご質問ご相談お待ちしております宅検合格目指して一緒に頑張っていきましょう